伝えていきましょう。上ダメ同士のガチエリア。なんで俺はガチ待ってるんやろか。今日動物の森発売なのに届かん。全然届かんないけど、なんで俺はガチマッチやってんだって感じだよ本当に。いやでもこれ強いギア見つけちゃったわ。若葉ゾンビなんだけど、若葉って結局あれやん、塗ってキルあんま取らんやん。でだからなんか ゾンビ合うやろうと思って積んだらマジ強くて、今4連勝ぐらいしてるんだよね。本当に強いこのギア、このギアっていうかゾンビが。はい、で、あの、ガンガン前詰めれるから、ゾンビ詰め、ああ、キル、まあ、初動は全然キルだったんだけど、本当になんか、結構理にかなってるなと思って、塗り武器のゾンビ強くない？だって、アシスト多めの武器やから、ゾンビも発動しやすいし、死んですぐ塗れるっていう、なかなかに理にかなってる気がする。やべえ。で、あの、カムバックで、スペゾーもつくし、アーマーもね、結構、はい。まあ、キル取っちゃうんですけどね。ああ、キル取っちゃうんですけど、もれ！危ね。ちょ、なんでやめて。ノッタチミ、やめて、ほんとに。ダイナモだけやりたいな、これ。ダイナモじゃねえの、これ。あれか。おぉ、どうもでか、このナイスのか。ナイス多すぎ。ちょっとナイスやめろ。ナイスやめ。俺、いやでも、結構。いや、ちょっと。おぉ、危ねえ。普通のギアだとね、動き硬くなっちゃうんだよ。ゾンビって精神安定剤だと思うんだよね。ゾンビ積んでるから前出ても大丈夫みたいな。マジで精神安定剤感はある。はい。下手すぎだろ、ボム、お前。どこないだろ、これ、正面タッカって来るよね、多分。いや、ちょっと、やれなかったんだけど、普通に下手。いや、まあ。これゾンビ発動しねえんだよな。ステージャン積んでるけど、これ飛べないな。やめとこう。キャンプ、いやー、ちょっと、お前。ゆるキャン見とけば、ゆるキャン見た後にその武器絶対持てないから。おー、ちょっとやめろ。お？あれ？どういう状況？何があった？何があったんですか？もう。あ、うーん、失礼。あ、ね、いや、これは俺の出る幕もないな。まあ、味方が強すぎたな。で、いますね。どうもで。おぉ、神ランス。さすが。いや、ワンの頃の黒デコ使いはランスに愛されてるから。これは、よいしょ。身落ち入ってんな。まあ、エリア、粘れ。めっちゃ粘るよ。あいつ落とす、絶対。無理だな、これ。地上多すぎ多すぎ多すぎ。やめ、いや、ちょっと痛いって。やめてください、本当に。いや、本当に、動物の森が待ってるから、すげえテンション高いよ。これ、ガチマチに届いたら嫌だけど、今ね、なんか、アマゾンで、発送中にならん、なんだ、白帯の森じゃねえ、なんだっけ。はい、白帯中か。になってないんだよね、まだ。はい、やっていく。だから、まだ届かないと思う。最悪、宅配ボックスがあるからいいんだけど。早く届いてほしいなぁ。ね。超やりたい。もう俺、ツイッターログアウトしたもん。さっきまたログインしちゃったんだけど、もう本当に、あれやな、SNS 依存してるわ。ツイッターにて生きていけない、ほんと。ダメだ。あっ！おっ！あ、やっていくよ。マジで、見たくないもん。いや、待って！おいしょ、お前だけやってる。あ、みんなが、どうもに楽しんだら見たくないもん。ネタバレとか暗いやつだからね。あんま見ないで。やってみて。これ後ろに、そう、エリア飛んだら死んじゃうな。あ、待って、この室内に勝てそう。はい、やった。はい、いや、これ結構いい動きやったね。ナイスナイス。リスの V が強いな。はい、勝っていく。いや、やっぱ強いや、マジで。気軽に前出れるのがね、かなり熱い。このギア、ゾンビ。超強い。でも竹か。でも竹強えな、NS。砂糖マーケットやっていきましょう。今、紙捨てだな。今月のエリア、ムツゴロとかホッケとかあるんだけど、今、砂糖と蝶詰め、あれか、オンライン甲子園のステージか。めちゃめちゃ紙捨て。いや、本当にいいステージ。どの武器も強いじゃん、この2捨て。マジでいいステージやな。昔、俺が、ザップの1時間ぐらいの動画上げたのかな。
それも雑踏ちょだめって気がする。よしよしよ、こんじゃこんじゃしたくない。うまいや、あのね、無理だ、うまいリッターは難しいな。うまいリッターって何見てんだろうね、本当に怖い。これやばい、抜かれ、あ、ぶね。そうだよな、今抜かれると思ったの、危なすぎ。ちょ、お前、あ、ないっすね、リッター死んだ。で、いや、ちょっと、え、リッターいるじゃん、なんで、え、なんで来てんのあいつ、え、身代わりやめて。え、もうローラーリッターいってなかったわ、なんで来てんだろう。これちょっとアーマー貯めるか、敵陣塗って、はい、普通にアーマー貯まるな。スペゾーゼロなんだけど、カムバがあれか、発動してるのか。なんか今作あれよね、カムバック、ま、いつまで続いてるかわかんないからさ、ちょっとやだ。潜伏アーマー、え、ちょっとなんでバレてんの、どういうクリアリングそれ、ね、どういうクリアリング、 A 型やん絶対。いやー、いいの絶対 A 型だよな、やめてほしい。俺は B 型なんだけど、いかにも B 型っぽい。何型が何か分かんない。O 型がその O だから大雑把って覚えてないけど、他は B だからバカ。バカなのかな分かんないよ。B 型なんで。あの赤は絶対 A 型。もう、こういうところを全部クリアリングしていくんやろな。あ、待って。お前、ついてくる。あ、いや、アーマーたま、普通にアーマーのあの回転率が回転してるから、ちょっとやばいな、なんか。あの、どっかの、なんたら後部みたいなやつって、なんだっけ、小泉の、何々だから思います、それは何だと思いますみたいな。あるよ。あれあれ、おばっかね。おば、いや、やばい。消される。本当に消される。セーフに。マジで消されるよ。いった。ちょ、うぅ、ちょ、いや、おぉ、ちょ。あぶね、お前、平泉せみたいな声出ちゃったよ、やめてほしいよ、危な。おい、わ、キャンプ、キャンプめんどくせえな。あー、まとめて、パリッ、あ、いいの乗ってるんだ。いや、はいや、帰宅ベース早すぎ、マジで。いや、センサーすぎて危ない。で、俺、あっ、あ、やった。潜伏挟むか。あ、わ、あの、あ、あの若は死んでるから、絶対潜伏バレんや、これ。お、2発あった。ジェッパ、ジェッパ。やったやったやった。3落ちはいった。これもう一回アーマー溜まりそうだね。敵陣でまた奪って。アーマー早い。これもう、勝ったんじゃないおい、乗ってるやん。我々。いや、本当に最低なことしてるからね、これ。本当に最低なことしてるかね、今の。キャンプ戦やべえだろ。はい、いや、つえー、絶好調。マジで連勝してる。今、8勝2敗ぐらい。超勝ってるわ。いや、つえー、つえー、つえー。ナイス、いいね。おお、なかなかにいいんじゃん。座頭やっていきましょう。627、高っ。俺も今高いんだよね。今799とか、2799とか今。これ勝ったら多分800で乗るかな。編成強スペスピックギルバケやん。これ最強だな、編成。これは勝てるんだ。で、X がな、なんか若葉、こうやった。若葉使ってると、X が一番きつい。あ、いい、3枚っていく。チャーとか、そのクーゲルとかよりも、光栄は X がマジできつい。いや、さっきめちゃめちゃうまいくせに当たって負けたんだよな。19ぐらい吸われて。はい、こんにちは。待って。あ、もうちょ、いや、ちょっと。いや、これゾンビだからできることだよな。ゾンビだからマジで前出る。ほんとに、なんかディスが軽いよね。軽くはないんだけど。命は何だと思ってんだって感じだけど、軽くはないんだけど。ほんとに。ディスは、濡れねえ。いや、いや、ねえ、ほんと。ちょっとやめてほしい。いやー、これは、オスプリカ買ってやん、これ。いや、危ない。いや、危ない。ミリ。死ぬけど。ちょっと、死に生き残ってる。待って。やばい、危ねえ。一回、アーマー溜まりそうやな。これ、エリア塗ったら溜まりそう。
あ、いいのか、そこで爆発しちゃって。はい。バレル降りたね。バレル。ちょっと待って、ちょっと待って。待ちな、待ちな。オッケー、あと1個。もう1回アーマー貯めたいけど、溜まるかな、ま、塗る場所があった。めっちゃ黄色いやん。いいやん。いや、いや、もう1回。これ、溜まったら勝ちなんだけど。これ、溜まったらなんだけど。オッケー。勝ったな。待って、外した。はい、いや。めっちゃ勝ってる。いやー、いいね。こんな練習すると気持ちいいな。なんかね、若葉持つ前、パブロで、ちょっと下げちゃったんだよ。あれなかったらな、もうちょいパワー高かったのかな。はい、6キル。ヒルで一番上なのいいね。お、乗った、800。よしよし。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあの。